1953年、林博隆2月1日から1971年6月27日は、工業士、芸能プロモーター。吉本工業社長、吉本株式会社社長、大野泉映画社長。大阪府大阪市北区出身。姉は吉本工業創業者の吉本吉兵衛の妻の吉本生。兄は、 旧吉本工業株式会社の社長を務めた林翔之助。長男は吉本株式会社社長や吉本工業常務を務めた林秀幸。米国省を営んでいた林豊次郎の4、男として兵庫県明石市に生まれる。出生名は林勝といった。1925年、関西高主商業学校を卒業後、上京して、 中央大学法学部を卒業した後、社会民衆党の機関誌の編集に関わった。この頃は文学青年期室で経営者としてはいささかロマンティストすぎると評されたが、東京の事情に詳しかったことを買われて1928年に吉本の東京の営業責任者となった。1932年3月に吉本工業部を改組する形で、 吉本工業合名会社が発足すると、正式に東京支社を開き、支社長に就任。1939年、それまで通名だった広高を正式に本名にした。終戦後の1946年、東京支社を大阪の吉本工業から分離独立させ、吉本株式会社を設立して社長に就任。浅草花月、高等花月や、 横浜花月など東京の浅草や高等地区、横浜の伊勢崎町で多くの劇場や映画館を経営した。また、同年11月には、大野泉映画を設立して社長に就任し、映画制作も開始。その後、大野泉映画を他社と合併させ、現在の東映に発展させた。1963年には、大阪の吉本工業に招かれ、社長に就任した。 晩年は脳梗塞で半身不遂になっても精力的に活動を続けていたが、高頭眼のため64歳で休止した。政治家との交友が左右にわたり幅広く、戦後間もなく公職追放で国会議員を自主不遇を囲っていた日本共産党の細川家六の審判でもあった。1934年に吉本工業がニューヨークから60人以上からなる。 アメリカのレビュー団で、無名時代のダニー・ケイもメンバーだった、マーカス賞を招き、日本劇場での興行を成功させた。その最小のマネジャーや当局との交渉を一手に、引き受け、中心となって活躍したことが、業界に、林博隆という若きプロデューサーの存在を知らしめる、ことになった。榎本健一劇団の雑記作者として知られた、菊谷久子は、 1936年当時の浅草工業会の名プロデューサーとして、小竹合名の川口三郎、東京吉本の林博隆、新宿ムーランリュージュの佐々木千里の3人を挙げている。特に林博隆については、梅沢昇、金井治、長田キングラをスターに育て、世に送り出した点を高く評価している。戦後も力道山のプロレス工業を手掛けて成功している。 ありがとうございます。